皆さん、こんにちは、今日も林克さんをお迎えしましてですね、世界は今どうなっている、このお話を、伺ってみたいと思います。林さんも本当にお忙しい中ね、今ねコロナとインフルエンザといろんなもの流行ってまして、私たちの仲間もいろいろねなってますけど、体調本当に気をつけていただきたいと思います。恐縮でございます、はい、ありがとうございます、というようなことで、今週も世界の情勢をねお聞きしたいと思いますけども、いよいよイスラエルとそうです、ね、ハマスというよりパレスチナ、あれ、どこまでやるかっていう話もあるんですけども、やっぱりどうですか、その話もちょっとね、感想をお聞きしたいのと、もう一つまた全然別の例としてね、岸田総理がね、もう二十何パーセントになるで、私たちから見ると、財務副大臣のスキャンダルとかいろんなもの出てますけど、これはもうある程度想定されて出してる、いよいよ追い詰められてるというかですね、総選挙もできない状態になってきてるっていうような話もありまして、ただこれも実は世界と連動してるんじゃないかっていうね、気もしてましてね、林さんの一種のグローバルって言うと言葉があんまり良くないけどね、マクロの視点でちょっとお話を伺いたいなと思います。ハマス、ね、はい、イスラエルの件ですが、はい、これは言われてますけどね、うん、ネタニエフ、うん、イスラエルがハマスを、はい、育ててきたと、はい、そう言われますよ ね、はい、で今回攻撃を仕掛けてきましたけど、これももう言われてますが、はい、分からなかったわけはないん で嫌なこと、嫌な言葉だけど真珠湾攻撃って言われてるんですよ ね、 近いね、はい、言われる、はい、でそれを口実っていうか、それを前提に今進行して、ガザを席巻するんでしょうね、はいはい、そうでしょうね、もう、はい、それで、ハマスを壊滅にやって、それでパレスチナ自治政府じゃないところに収めさせるみたいな、アメリカはね、パレスチナ自治政府って言ってますけど、イスラエルは自ら軍管理するみたいな、ネタニヤフが言ってますよね、そういった中で大きく見ると、これはもう結構効果としてはウクライナのね、はい、めちゃくちゃデタラメやってるのがかなり露呈してきたのを、関心をやっぱりこっちへ移したという、移っちゃいましたね、移っちゃったね、移ったという大きな効果ありつつ、はい、そうですね、うん、でイスラエルシオニストたちの、いわゆるよく言うグレーターイスラエルに向けてというかね、パレスチナ排除ですね、これも祈ってるわけですけど、祈りつつあるわけですけどね、先行き分かんないところもありますけども、はい、やっぱり一番関心があるのは、あるいは日本にとってどうかっていうのは、これがどこまで波及するかということだと思うんですね。それでイランの問題、核の問題ですね、これがやっぱり関心が高い、イランの存在がどうなっていくかということですね。それでやっぱり問題はこれ以上か拡大するかどうかというところが最大で、短期的にはですね、これはイスラエルがある程度ガザを占めてですね、実質上ね、で短期的には一旦そこでピリオドという可能性もありつつ、これはアラブ一般的感情としてはもう黙ってられないでしょうし、でネオコン、いわゆるネオコン、それから、関係のシオニストラインが、このイランにどう仕掛けるか、そうなんですよ ね、どう挑発していくか、どう仕掛けるか、そしてイラン側は傘下のヒズボラ等も含めて、どっちかというと自重的って抑えてるところもあると、それを読んでですね、どう仕掛けていくか、仕掛けるという意向はあると思うんですね、潰したいというの前からあるわけですね。で前々からその辺が発火点になって第三次世界大戦という言われ方もあったわけですけども、第三次世界大戦になるかどうか別として、いずれにしても日本への影響というのは大変なものである。石油の90数パーセントあそこの中東ですからね、海峡を通ってるわけですからね。で中東で拡大していくと、やっぱり中国の問題が当然あるわけで、アメリカのパワーがですね、あちらにも取られるとなると、これはもう社長のご説とも一緒かもしれませんが、必然的に中国が日本の方に押し出されていくというか、押し出ていくというインセンティブは、これ絶好のチャンスということはもう必然的に現れてくるわけですから、そして尖閣の問題ですね、これは覚えていらっしゃいますか、ちょっと手前味噌ですが、私 2,3 年前から尖閣というのはもう社長行かれてる頃からですね、何回も行かれてる頃から、これはもう徐々にですね、残念ながら日本の政権の親中派含めてですね、中国に移行させていくと、
いうシナリオがあるんではないか的な言い方をしてたんですが、うんうん、全くその通りです。まさにその通りに残念ながら、うん、はい、なっちゃってると。あの、V の問題もそうですね、もう着々とあの上川外務大臣がね撤去しないと、はい、フィリピンなんかと違って、って言ったのはもうアメリカが助けに来ませんっていうのを聞いてるっていうね、尖閣で何かあってもあの実行支配してない限り安保条約の適用しないっていうね、あのことはあの言われてますから、今の状態は完全にあの着実に実行支配はしていないと、少なくとも共同管理ぐらいになってるんだという、まあ、日本政府側の言い方すればそういうことぐらいで今なってますけど、おっしゃるように実行支配って実質上のヘゲモニーは中国を握ってますから、うん、もう5席になりましたね、うん、あの林さんが以前おっしゃった2年ぐらいかな前ぐらいの時はまだ2席、それがだいたい4席になり、もう今年になってもあの5席ですね。それも中にフリゲート艦が入ってる、あの会計と称してね、こういうことになりますとね、うん、あのおっしゃることが着々とねあの実行されてきた、あの熟書きがですね、書きがですね、はい、熟して落ちるように、そうですね、残念ながら全くそうです、ね、宗教の手の内に入っていく、うん、感がありますね。そういうことですね。あのそれもあのもしかしたらアメリカと中国のね、あの軍事的な今ちょうど今今日収録やってる時、あの米中の軍事対話というのを、ね、やってますけど、あの尖閣の問題なんかは特にねあのいうことになると思いますね。あのそこら辺のところが一番、対話の中でもね、うん、中国とアメリカが日本をどうするっていう話し合いが当然されてると思いますよね。あのそこのところはですね、うん、はい、あの異論がある方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、これ結構私と社長の共通の認識で、うん、今日持ってきませんでしたね、うん、例の三角構造ですね、はいはい、あの構造のね、はい、あの近年バイデン政権の重要閣僚等が盛んに中国に行ってますよね、うん、すごい、ほとんど行ってますよね、はい、あれはあのやっぱり私は構造維持の一環だと思うんですね、はい、そしてそれを壊そうとするのがまあトランプでありね、うん、あのアメリカ第一主義ということになるんですけども、それであの岸田さんの方の話ですが、はい、これ岸田さんがあの総裁選挙で総理になりましたと、うんうん、あの時もですねこの番組でですね、うん、まあ持って1年かなと、なぜならばあの、うん、ちょっと失礼ながらね、あの安倍さんのことものすごく一番尊敬している政治家ですが、うん、失礼ながら例えば瓶の蓋的な役割があるっていう話もして、うん、したんですよ、はい、なぜならば哲学がありね、うん、まあ、日本との心というものを持ってる、うん、少なくとも戦後体制に対するね、あの異議申し立てはありましたよね。第一安倍内閣で戦後レジームの改革と言いましたしね、はい、あの安倍さんがやるならば、うん、ちょっと残念ですがあの二次政権以降、うん、あのグローバリズム政策、うんうん、勢力ね、はい、政策に引っ張られているわけですけども、その哲学がない、うん、岸田さんはね全くないですよね、失礼ながらね、よって、瓶の蓋の役割も果たせないと、うん、だから1年ぐらいしか持たないんじゃないかって話をしたん、うん、させていただいたんですね。だけどもあの例の暗殺事件がありですね、うん、まあそれで流られた面があるんではないかなと、うん、ですから今支持率低迷してますが、うん、これはあのまさに、まあ、シナリオ通りというか予定通りというぐらいにしか見てないんですからね。いやでも本当におっしゃる通りでねまた変わるじゃないですかね。あのこの間の財務副大臣の、ねあのスキャンダルなんてのはいつでも知ってる把握してる問題でね、はい、だから出したい時に出したっていうね、うん、いうことですから、あのそういう意図を感じますよね、あの真綿で首絞めていくように、でますます岸田政権はアメリカに対する、まあ、アメリカの後ろの人たちに対する従属度を深めるっていうね、やれば やるほどどんどん従属的になっていくっていう、ということですよね、うん、まあ、ね、次に期待できるっていうと、うん、なかなかそういうわけにもいかないですね。そうですね、まあそういう意味で言えばあのアメリカのそういう人たちが支配層が誰を求めるかっていうね、あのいうのはあると思いますけど、まあ、あの菅義偉っていうのは維新と、はい、あのまあ何て言うんですか、あの公明党、
それから党内の親中派を今まとめつつありますから、はい、そういう意味で言うと極端な、これはちょっとまた個人的な想像ですけど、まあ、時間の限界ありますけど、最終的には維新、公明、自民、国民民主みたいなね、挙国一致内閣で、選挙ができなくなってますから、そういうような与党体制翼賛会的なね、まあ親米というか、そういう重米 の、 政権がねやっぱり作られて、ありますね、上川さんとかそういうのはもう象徴だと思いますね。 100% ですもんね、はい、ありえますね。そうなんですよ、そういうことまで向こうの日本のコントローラーたちは思ってんじゃないかなというね、うん、気がしますけど、ね、行き詰まった時の連立っていう見せ方は あるかと思いますね。そうなんですよ、そうするとみんな目新しいと思いまして、ね、国民にとってですね、目先変えてとにかくごまかしてきたっていうのが戦後体制ですから、おっしゃる通りですね、はい、うん、その繰り返しで。そうなんですね、いやいよいよですね、私もちょっとこれ大したあれじゃないんですが、はい、いよいよこれが必要なね。そうなんですよ、ね、もうこれも今年春からずっとやってますけどね、はい、そうなんですよね、いよいよこれしかない、剣が峰と言いますかね、はい、本当はこれしかないんですよ、断崖絶壁というかですね。そうなんですね、だから戦後の保守の皆さんももう寸前まで来てるんですね。まだ、まあ、あえて名前を挙げると桜井よし子さんなんかも、あれです、核抑止力は必要だ、でもアメリカが守ってくれとは絶対に言わない、その問題については一切言わない、じゃあ自分の国のやるかっていうとそれも言えない、うん、今の、まあ、産経新聞含めてね、こういう保守と称する人たち の、 ジレンマっていうのはそこだと思いますね、うん、だからまあ我々は思い切って、ね、いち早くこの自主核武装というかね、自衛核武装の話したんで、今ね本当にちょっと論戦を挑むと自主核武装以外に時間的、資金的、人材的にも実はこれしかないないですね、本当にないんですよ、先見の目が早くから言われてましたけどね、伊藤寛先生 の、 ロシアの核戦力のつまびらかにされたお話っていうのは、はい、あれを聞きましたらね、まあ、ウクライナの件がきっかけですけども、うん、はい、もうこれ以外ないですね、核の傘がないということがもうつまびらかにされてるわけですからね、それをね、みんなで自覚できるか、公然とできるかっていうと、まだ、まあ、安倍さんの暗殺大きいと思いますね、大きいですね、エマニュエルさんがね実際こうあたこで言ってますけど、 LGBT も含めて日本のこういう現実がもっともっと悪くなってる、はい、いうことだけはもう間違いないでしょうね、はい、はい、これちょっと3文字一番下に書きましたけど、はい、やっぱりこれだと思うんですね、はい、で社長は常々まあ、ラブレターをね、誰が受け取ってもらえるかわからないけど、はい、ラブレターを送り続けることだと、はい、おっしゃってますね、はい、これはまさにこうだと思って、そうですね、いやだから林さんのこういう話とかね、そういうおかげで本当にね、まだまだ少数ではあるけれども増えてきましたよ、うん、それとね今ちょっとおっしゃってた岸田内閣だってね選挙してないじゃないですか、選挙してないにもかかわらずどん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 支持率が落ちて 25%、 国民のね政治家がバカで何にもわからなくても庶民はもうこのね物価にしろ何にしろ気がついて、現実に庶民の力で今それこそこのどこまで知識的に目覚めたかどうか別として、林さんおっしゃるようにね、そういう人たちがもうあいつだけはダメだっていうね、じゃあどうするってことを言われたら困るけれどもというような、これはねプラスに考えてもいいかも、あんまり楽観的にするかも分かんないけど、それこそ草木期のね、うん、と私は思ってて、だから本当のことを言う人たちがいかに、あるいは言う人あるいは分かる人がこれですよね、こういうものの人たちがどれだけ増えるかということがね、私はプラスに考えてようと思ってんですね、生実家のこう変なイデオロギーとかなんかでこっちが新しいとかってみんな国民騙されてきてね、さっきもいわゆる連合政権みたいなねこともあるかもわからない、目先を回すために、ただダメなものはダメなんだっていうね、でここへ集約できれば、これに集約させたくないからありとあらゆることを DS はやると思いますね、
でまあもうご承知のように全マスコミってほとんどマスコミはおかしいと、で、ね、はい、で大手マスコミの占有率は日本はものすごく高いということですね、はい、で、まあ、岸田政権不人気の件もありますけど、うん、まあ、とにかく目覚める、でそれは世界の構造もそうだし、うんうん、究極じゃあ日本その結果日本はどうするっていうことになればこの、うん、ね、行き着くわけですけど、もう一つですね、具体的にここ3、4年のこれは言い方、うん、今日も YouTube なんで気をつけなきゃいけないんですけども、はい、この3、4年のなんていうんですかね、なんとか病の、はいはい、まあ、そこへ言ってもいいと思うんですよ、コロナの問題ですよね、デミックの件ね、はいはい、パンデミック、そうですね、はい、これがですね、やっぱ日頃の疑問になかなか答えてないし、うん、はい、まだまだモヤモヤだし、はい、あんまり直前に言う人はちょっと陰謀論者なのかとかですね、そういう片付けられてますね、まだ、はい、でですね、そこに一つのなんていうか私ツールをね、うん、前ばかり必要だと思ってたんです、うん、3、4年、うん、3年ぐらい前からね、はい、それがね、これなんですね、うん、あ、まずこれね、まあ、トランプ大統領とこっち側の話から始めます、はいはい、ロバート・ケネディ・ジュニアですけど、はい、トランプ大統領に、うん、ぜひ大統領になってもらいたい、うん、それはもう当然ですし、支持率、起訴は何回もされてますが、どんどん上がってるし、そうですね、今最近激戦6州かな、うち5州でバイデンを上回ってる、はい、それから黒人でもバイデンを上回ってるかな、うん、スパニッシュでも上回ってるし、うん、もう行くと思いますけども、うん、これ一応始まる前かな、ちょっとお話したかもしれませんが、はい、失礼しました、はい、つまりですね、トランプが大統領の時に与党の時、いや大統領の時に不正選挙が起こったわけですね、うん、これっていうのはなかなか考えにくい話 で、うんうん、でバイデンがいくらよろよろで操り人形だとしても、うんうん、この民主党は今与党政権を持ってるわけですね、うんうん、そうですね、はい、これってね、恐ろしい話ですけど、仕掛けを、うん、もう仕掛けられないだろうと、うん、監視するしね、うん、というのが常識なんだけども、はいはい、そうですね、前回も我々の予想を超えてたわけですね、はい、そうなんですよ、うん、トランプが当選するだろうと日本の保守系の識者の、まあ、一部ですから確信してて、そうです ね、だって投票は圧倒的に勝ってたわけだから、あれいわゆる郵便投票ですよね、そうそうそう、逆転はね、はい、で あの時もちょっと手前味噌で恐縮ですが、うん、選挙って投票箱が閉まるまでわからない、うん、あるいは閉まっても、うん、その日の12時まで過ぎないとわからない、うん、そうですね、というのが選挙で、うん、やそういう大統領選挙もそういうことではないか、うん、ということを警戒してるというのは私前話したんですね、うん、実は、うん、前の大統領選挙の時に、はいはい、であそこまでの大規模な不正選挙を私は正確に予想したわけではないんですが、うんうんうん、結局想定外のことが起きて、うん、トランプが大統領の時に、うん、まあ、野党側に仕掛けられたと、ね、ということは今バイデンはヨロヨロですが、うん、与党なわけですね。だからおそらくね、おそらくったら大変嫌な話だけど、想定外のことをまた仕掛けてくる可能性が、まあ、全くそうですね、ある、はい、おしゃれにいわゆる テロとか暗殺とかね、そう、こういうのを含めて、だからこの今お二人は相当危ないと思いますよ、危ないですね、さっきちょっとおしゃれかけた、はい、例えばこれも言っていいのか分からないですけど、うん、バイデンが、うん、例えばやられて、うん、でその弔い合戦にというパターンもすごくあります、考えられるとかね、はい、いろいろあると思うんですけどね、はい、でこれって駒ですもんね、こういうこの二人は回るとしても、バイデンは本当に誰も実際バイデンが世界の政治を動かしてるとは思ってないですからね、でまあなってもらいたいし、うんうん、うん、何があるかわからない、はい、でその場合は前も言いましたが内戦が起こる可能性もあるかもしれない、うんうん、そうですね、で結果論は こちらトランプになってもらいたいんですが、はい、一択なんですけど、はい、私は前言いましたプロセスでは彼意味があると思う、はい、思うんですね、そうですね、でこれ民主党辞めたわけでしょ、それでやったっていうのはね、これある意味で言うとアメリカの中でその分裂というのを前提にして、これも林さんが前に言ったその DS がね、そういうコントロール支配力を実は失いつつある、例えばオサマ・ビンラディンを育てたけども結局最後は言うこと聞かなくなってきてる、あのパターンとしてね、アメリカ自体の分裂、選挙もそうだったんですけど、おっしゃるようにそういう意味でこの人が民主党を辞めてる意味はね、何か単なるテクニックの問題だけじゃないかも分かんないですよね、はい、DS があるとして、その下にユニパーティーがあるという言われ方がありますよね、ありますね、はい、でそれは民主党とそれから共和党もその傘下にあるなと、はい、
頭2つで胴体1つということ で、はい、で共和党の中でその構造と戦っているのがトランプですね、うんうん、そうですね。あの後でやりますが、今回の下院議員のいろんなごたごた、あ、下院のね、はい、アメリカの下院の予算から始まって議長選挙、それからウクライナ支援、はい、ごたごた見てても、うん、下院の共和党議員でも6割はユニパーティーですよね、うん、ね、その通りなんです。で彼はそのこれは彼トランプ共和党の中で戦ってる、うん、で彼は出てもう民主党、うん、ね、おかしな予備選挙だからね、出てでユニパーティーそのものと戦ってるという位置づけで、うんうん、彼が彼の票を食ってもらったら困るんですけども、バイデン、まあ、ね、うん、バイデンというか元民主党の票、あるいは選挙に行かなかった人々の票を取ってもらいたいんですけども、うん、彼は目覚めさせてると思うんですね、うん、そういう役割本当に強いように持っててね、だから共和党でも民主党でもないという、まあ、私はこの間ジュニアがね、イスラエル全面支持って出したけども、この人は政治家ですから、当然それやらないと完全に抹殺される、うん、ということを考えたとき、トランプでもないバイデンでもないねの実は狙ってる、まあ、もちろん当然ね政治家ですから、そこの自分が生きていく道というか大きくなる道はその辺見てるんじゃないかっていうのと、 それと一応僕もちょっと大丈夫ですよというのをね、政治家としてね、そちらの DS の方にもね、うん、出してるっていうね、これはまあ理屈だけというか理想だけでね言わなきゃいけないっていうのを知ってる人だし、うん、お父さんもおじさんもみんな殺されちゃってますからね、これそういう意味ではそういう動きをねしてるのが、これが、まあ、前に言った林さんの言ってたようにアメリカのね分裂を少なくともつなぎ止める役割を負う形になるかどうか、そうですね、それができたらまた排除されるかもわからないです、お父さんや おじさんみたいにね、はい、ただでもそういう役割はアメリカの今の分裂に対してトランプさんとかバイデンさんは今対立する一方の側になっちゃってるんでね、これはなかなかね、おっしゃるように、だから私は林さんの言うそのロバート・ケネディ・ジュニアを注目するっていうね理論はね、それは あると思いますね、まあ、プロセスとしてね、はい、アメリカ人、要するにこれも言いにくいんだけど、はい、打ってたアメリカ人ですね、はい、特に民主党の支持者、そうですね、はい、それをこの引きつけるっていうことは、彼は反これですからね、そういうことをちゃんと言ってた、目覚めさせて、はい、明らかに打った人たちが今までの考え方を変えてると、はい、うん、ということなんですね、世論調査によりますけど、まあ、2割なり、ね、だいぶ増えてきてるってね、10何パーセントだったのがね、で要するに分断じゃなくて、融和だと、で、うん、アメリカ人全体の大統領になりたいと、うん、民主共和じゃなくて ね、 そうですね、だけどそれと同時に反ユニパーティー で、うん、でそれは一緒だと思うんですね、トランプと、だからその辺のね、だからサンダースとかそれに近い理屈だと思うんですけども、どこまでこの人がそういうね折り合いを、トランプが大統領の時もやっぱりいろんなところと折り合いはつけてきた、全部敵対したわけじゃないと、それでもやばい人だったんでね、追われたんですけども、このジュニアがどこまで折り合いをつける政治家としてのねあれをやるかね、それがうまくいかないとおじさんやお父さんみたいにやられちゃう可能性がね、ある。ただ今のアメリカの中で処方として国内分裂っていうよりも、むしろいつも林さんが言ってるね、その、DS の力の衰えとかコントロールの効かなくなってきてるところを担わせてね、っていう向こうの思惑と一致すればこの人がぐんと伸びる可能性はすごくあって、でどこまで折り合いつけるかで排除されるか、ね、それも出てくるかもしれませんね。そうなんですね、まあユニパーティーじゃダメだと、うん、だから無党派だっていうアメリカ人も半数弱になってるらしいので、だんだんそうですね、今の嫌気さしてるっていうね、でイスラエルロビーの件は確か1年くらい前にかなりお話しした記憶があるんですけども、はいはい、まあ、トランプも当然ね、一番そのイスラエルロビーの大会に行って挨拶するわけで、うん、はい、圧倒的なイスラエル支持者ですけども、ネタニフのことを批判しましたね、ちょっと前にね、これは達見いい発言でしたね、おっしゃる通りでね、私はだから
岸田内閣にね、岸田さんに増税、防衛増税とかね、LGBT とか、とにかく、いや、日本が本当にやるべきじゃないことをね、全部、やらせて、全部追っかぶせて、それでクビにすると、締め上げて、それを選挙やらせたら大変なことになるから、退陣に持っていこうとするような意図を感じるようにね、バイデンさんに対しても、このネオコンの人たちのね、そういう形のやり方を考えるんじゃないかと、DS っていうのはね、私から言えば、というのがあって、アメリカの、来年選挙ありますからね、それで本当に世界の趨勢が決まっていくんじゃないかっていうね。そうですね。それでですね、これケネディの名前出したのは、このアメリカ人をかなり目覚めさせた本がありましてね、これが言っても大丈夫ですかね、ザ・リアル・アンソニー・ファウチっていう本で、これご存知？私はもうファウチはよくずっと言ってきた、最近ファウチは自分のやってきた政策というか方針が全部違ってたっていうね、ことを間接的ながら論文に書いてるっていうね。間接的ながら、つまり、やり方、あれははっきり言って効果がなかったと、まともな効果がなかったっていうのを認めてる、じゃあなんでやったんだよってことになるんですけどね、ビル・ゲイツなんかもそういう発言をちょっと前から講演でやって、それはでも自分で株を売り払った後だって話があってそうなんですよね。でより効果があるものがこれから出てくると、出るんだっていう、したたかさというかね、おいおい、特にゲイツはそうですよ ね、ゲイツは初めから言えよっていう感じですね。そうですね。でその話で言うと、ファウチはかなり大手メディアに攻め立てられてる部分があって、アメリカのね、でこれ嫌な話ですけど、結局それも大統領選挙と結びついてて、トランプが結局ファウチを睨みつけてる場面もいっぱいあったし、トランプはここで言えない薬はいいよと、正直に国民にアピールした時もあるんだけども、結局、ファウチをそのまま使い続けたと、それからワープスピード作戦といって和のね、大増産、軍を使う、トランプがやったということで、ファウチを追い込むことによって、トランプ政権で活躍したトランプをね、トランプ政権で活躍したファウチを追い込むことによって、トランプを追い込もうという構図もあるらしくてですね、そうでしょうね、ちょっと警戒しなきゃいけない。そうでしょうね、だから本当に日本人のね、一般のあるいは日本の政治家が考えることと、もっとちゃんと先を読んだね形で彼らはやってるっていうね。そうですね。それで、これね、アメリカで100万部以上、もう売れてるんですか。売れてるらしいですね。それはすごいな。で当初は流通に当初、今もそうかな、載せてない、扱わないんですよ、まともに。でネットですね、ネット販売で、タッカー・カールソンが番組で取り上げて、売れ行きに火がついたという本で、読むとビル・ゲイツ・ビッグ・ファーム・アンザ・グローバル・ウォー・オン・デモクラシー・エンド・パブリック・ヘルスと、こういう、そういうことですね、要するに、和の戦いは民主主義と、民主主義の戦いだと、グローバル・ウォーだと言うんですけど、これが、日本人もですね、私読んだ方がいいと思いまして、いいと思う。これ翻訳あるんですか。これで、きっかけとしてね、いわゆる今日30分話してきた目覚めのきっかけになりうると、でこの3年間の実体験をこの膨大な調査に基づいてね、大変なスタッフを動員してですね、調査に基づいて解明したんですよ、この3年間ね。なるほど。それがこれで、多分もうすぐアマゾンかなんかでも買えるようになると思いますけども、これが日本で出ましてですね、これちょっと持ちましょう、これ3巻なんですけどね、きっかけの、日本の目覚めのきっかけになるんではないかということなんですね。なるほどね、大事な本ですね。じゃあこれは、どうぞ、いいですか。で上巻がですね、これもちょっと言い方気をつけなきゃいけないかもしれませんが、巨大製薬会社の共謀と医療の終焉というようなタイトルがついてて、でも大丈夫でしょう、パン制御の失敗、第1章、第2章、公衆衛生で優先される製薬業界の利益ね、いや本当にそうです ね、例えばの内容、私たちに身近であったマスクの問題から入り、ロックダウン、これは言っちゃいけないね、ヒドロ、ヒドロ、イベ、ね、レム、そして接種の問題と、政府や大手メディアによって一般国民に知らされることがなかった、新型〇〇〇に関わる諸情報がさまざまな
悪行とともに紹介されますと。なるほど。そして専門家を、ここです、専門家を信じようという罪深い欺瞞の実態が赤裸々になりますという、はい、うんうんうん、これ上巻なんですけど、うんうん、これがですね、これはなかなか面白そうですね。ものすごくみんな噂とかね、ネットではちょっとってみんな感じてたけど、はい、系統的にちゃんとね、分かる本、あの字数が多くてですね、大部なんですね、版も大きくて、なんであの日本語版はあの3巻に書かれちゃうんですけど、上中下と、で中巻がアンソニー・ファウチの、これ言っても大丈夫ですね、招待と大統領医療顧問トップの滞在となって、うん、まあ、これはあの HIV ね、大きなこの欺瞞があるんですけどね、はいはいはい、ちょっと詳しく言いませんけど、はい、まあ、それについてかなり扱ってると、はい、そうですね、下巻がですね、これが圧巻で、ビル・ゲイツの招待と医療植民地プロジェクトと書いてますけども、みんな見たいですね、これは。引き続きアフリカでの非人道的製薬ビジネスや人口、策なんとか政策などが取り上げられ、はい、さらに丸々デミックあるいは、はい、プランなんとかの数々のシミュレーション、はい、あの20年間で10段階シミュレーションやってですね、はい、いや世界的な民間軍政府一体の機構と呼んでしかるべきものが姿を現すということですね、うん、そして、利権絡みの和開発が随所に顔を出すと、これは言っていいかな、うん、WHO や各国政府が追随した、うん、公衆衛生政策を ロ財団や、ビル・ゲイツの公衆衛生との関わりから紐解くことによって、数十年以上の時系列で詳細に検証し、世界中で展開された利益至上主義の巨悪を追求しますと、WHO は実質上ゲイツの傘下にあると位置づけられていますというのが、まあ、ちょっとしたののちょっとの書きなんですけども、ああでも本当にそうですね、これがかなり世界中で目を覚まさせた章ですね、うん、これがあの日本語版が出ましたので、出ますのでですね、あの正月には読めそうですか、そうですね、はい、目覚めの一つのきっかけになるかなと思いまして、ちょっとこれは大事だと思いますね、みんなで読んで広めてね、あれしないと、あのだいぶね YouTube はこの問題についてね、はい、あの柔らかくはなったって言うけど、まだそのさっき言ったあのまあ、あの注射の問題ですね、こういう問題とかいうのは言うとあのバンされるっていうね、うん、あの相変わらず頑固だ、だからいかにこういうところとつながってるかっていうねいうことなんですけど、まあ、あのこういうものが出てね明らかになっていくと、と思いますね、そうするとね、あの目覚めですよ本当、ここ数年来の注射の問題がそうだったのかと言われていることは違うじゃないかという思いが募るとですね、あとその他の全てに目が行きますね、行くと思いますね、あの公衆衛生とね、それとまたコオロギ食えっつってね、はい、あのビル・ゲイツがね言ってるようなものも、つまり公衆衛生から食料から軍事ね、ありとあらゆる分野でそのグローバリズムがね、はい、あのそういう派をと、ね、競ってと、まあ、それでそういう覇権をね、はい、握ってるっていうね、だから本当に命すらもそうなってるってことですよね、はい、でじゃあ国の安全はどうだと、はい、それも言われてることはおかしいんじゃないかっていうこの発想の転換のきっかけになるような気がしますけどね、でまあ彼についてはもう話しましたけども、はい、あの10月9日に、はい、新たな独立宣言というのをやりましてね、これ自分があの民主党から独立するということと、それからあの今度の選挙というのはアメリカ建国以来の第二の独立だって言ってるんですね、これお聞きになられたかもしれませんが、生命自由幸福を奪う腐敗した圧政からの独立だとね、今のバイデン政権ですね、政府を乗っ取った企業やエリートたちからの独立、ウォール街、ビッグテック、ビッグファーマ、ビッグアグ、軍事産業、大手メディア、ロビストからの独立だと、でこれ高らかに宣言してるんですが、これあのよく見るとですね、トランプの言ってることと一緒だし、ますよね、はい、でプーチンの言ってることとも一緒だと思うんですね、だからこういう方向の潮流っていうのはかなり、あの鮮明になってきた、とうとうたる流れになりつつ出てきてると思いますね、あるんじゃないかなと、うちの討論でもやったように、一つの流れはロシア、イラン、インド、はい、東南アジアへ向かうっていうね、はい、つまりヨーロッパから分けるプーチンの一種の戦略ですよね、はい、
こういうものを見たとき、もちろんグローバルサウスとかね、ブリックスとかこういうのあるんだけども、中国の問題はいろいろまだありますけども、世界史的に見るとアメリカのとかヨーロッパが21世紀の初頭にして初めてね、そういった意味での世界の支配力を失うんじゃないか、はい、その瀬戸際にまで今来てて、その先頭に立ってるのがプーチンじゃないかっていうね。いや、プーチンにはもうぜひ頑張ってもらいたいし、はい、うん、中国の問題は今日持ってこなかったんですが、はい、私がよく出した三角構図ですね、あれで見ておくとね、大体構造的にはやっぱり米中っていうのは、まあ、こういう言葉は言っていいか悪いかあれですけど、いわゆるニューワールドオーダーの胴体2つで首、うん、そうです、仲間ですね、胴体1つで首2つみたいなところがありましてね、はい、そうですよね。それはバイデン政権の閣僚の最近の動き見てもそうかなと。そうなんですよ。訪中だから、岸田政権の親中親米というのは矛盾しないっていうね、はい、ということなんですね。その構造、うん、多極化の動きにもかかわらず、うん、その構造を維持しようとしている岸田政権と、そうなんですよ、ね、いうことですね。構造に資する岸田政権ですね。だからこのケネディ・ジュニアがどこまでね、はい、やれるか、それからアメリカの支持者の問題も必要だっていうね、トランプなんかには福音派みたいなね、固定した派がいるからいいし、だからこれは、まあ、ある種の一般のアメリカのごく、ね、そうですね、普通の人たちが支持している人たち多いと思ってるんでね、まあ、前民主党にいまして、うんうん、前出した図ですけどね、うん、簡単な図ですけども、うん、共和党と民主党、民主党はグローバリズム、うん、いわゆる我々のグローバリズムに対して反グローバリズムね、うん、ケネディの位置づけがあって、うん、真実追求することによって、うん、このなんていうんですか、うん、洗脳から解いていってると。で共和党は、まあ、トランプ、アメリカ大主義ですね、はい、現実主義で実績があるトランプが反グローバリズム、こっちの方が面積大きいですけど、議員でいうとですね、連邦議員でいうと、さっき言いましたけども、うん、そうなんですよね、グローバリズムというか、リノライノというか、そっちの方が多いんですよね、ユニパーティーの方が多いと、うん、そうなんですね、いうことで、うん、これウクライナ支援をめぐる下院共和党議員221人のスタンス分布なんですけどね、うんうん、こういう票が取りまとめられてるんですが、うんうん、ウクライナ支援賛成 A ね、うん、で賛成度で A、B、中立が C、D、うん、でウクライナ支援反対が F なんですけども、共和党の議員ウクライナ支援賛成が大体110人ですね、うん、そうですね、反対が80人、うん、これウクライナ支援をめぐる法案の賛成 の、 はい、賛否 の、 その、はい、実績ね、履歴をまとめたものなんですね、支援全部賛成がだから70人ね、うん、それに準じるのが41人、中立が合わせて20人と、うん、これが現実ですね、うん、だからトランプも大変ですね、221人のうちいわゆる、まあ、トランプ派とくくれるのは82人だけ固定してるのは ね、はい、共和党でもこっちのがそうなんですよね、多いんですね、うん、で下院議長の選挙でトム・エマーとかスティーブ・スカリスが出ましたけど、こっち側ですね、うん、で有名な司法委員長の、ね、バイデンを追及しているジム・ジョーダンとか、うんうん、それから あれですね、マッカーシー前議長の弾劾を出したマット・ゲイツなんかはこっちですね、うんうん、で今回下院議長になったマイク・ジョンソンもこっちなんだけども、うんうん、マイク・ジョンソンもよく分かんないところがあって、うん、あれですね、中ロ悪の数軸だって言ってみたりね、うんうんうん、それから下院議長ですからやっぱこっちとのバランスを取るようなところも出てきてましてね、よくわからないところも一部あるんですけども、うんうん、まあ、こういうことですね。だから全部共和党がそうですね、トランプ派っていうか、うん、ってことは全然なくて、まだ過半数は こっちということですね。そうなんですよね、だからトランプも折り合いをつけてからいけないところがあるから、ね、非常に大変だと思いますね。大変だと思いますね、民主党から攻撃されてるしね、はい、でケネディが外に出たことでこういうことになったかなと、うん、トランプね今一番支持率高いですね、うん、でケネディが無党派の増大も受け皿にもなって、うん、でぜひ民主党の方を切り崩してもらいたいと、うん、従来のね、従来のね、うん、ユニパーティーって書いてありますけども民主党の裾野を切り崩してもらいたいと、こっちを切り崩すじゃなくてね、うん、という願いを込めてちょっと図を描いたんですけども、世論調査で今、うん、これニューヨークタイムズ等の、はい、スイングステートの支持率ですね、うん、トランプ 35% バイデン 33% 下がり傾向ですね、うんうん、まあ、ケネディは上がってますけどね、トランプは最初に言ったように
まあ盤石今のところ、ね、まあね、固定層がね、ありますけどと思いますけどね、ケネディがどのぐらい伸びていくかですね。そうですね、これでもね、この傾向を見るとね、林さんの言ってるのに意外と当たってるかもしれないかな、という、つまりバイデンはもう年でね、ヨレヨレですから、ヨレヨレですね。だからあの来年まで本当にやれるかどうか分かんないじゃないですか、もっと言えば病気で倒れるとかね、そういうやり方もあるわけです、優待って感じの、いうことがあるとね、じゃあどうするっていう、まさかまたオバマが出てくるわけいかないわけだろうから、はい、そういう噂もありますけどね。そうですね、はい、カリフォルニアの知事は出ないようなこと言ってますけどね、どうなるかね、まあ、分かんないです、何があるかね。本当にまだね、そういう意味では、怖いもんですね。でもね、世界で一番ね大きな国がこういう状態ですからね、はい、でまあ日本はね、さっきの表に日本を当てはめると、まあ、洗脳されてるというか大手メディアしか見てない人たち、ね、で、はい、で目覚めた人たちが働きかけるかなと、でここで、大変僭越ですが、ね、ラブレターを送っていらっしゃる社長もちょっと小さな枠で申し訳ないですけど、これのもうこれのこっちの方が、ね、ただ本当にあの、林さんとかね、そういうもののあの発言とかこういうものが大きかったと思いますよ。誰かが一人でもね、ちゃんとまともなことを圧迫受けてもね言い続けてるっていう、その姿勢がねあの広がって、岸田内閣に対するねあれもメディアがもうさじを放り出すぐらいね、というのと、もう一つはもうアメリカもこんなバカだと思わなかったみたいなね状態あると思うんで、やっぱりこの目覚めというね、の効果っていうのはあの選挙とかないんですよ。選挙運動やらなくても、つまりもうね、我々の、私もそう思ってるんだけど、 50% の人たちがもう選挙行かない、はい、それでもバイデンじゃなくてあの岸田拒否する、このね腐らないの力というのをどういう形でエネルギーにしていくかっていうのは、ね、一つの方向にね、そうなんですよ、そういうことですね、あの、まあ、そういう意味ではね、あのいい、まあ、流れとして見ることもできる、と思いますけどね、で、あのアメリカの方ですけど、下院ですけど、ね、頑張ってる、はい、これもどこまで言っていいのか分からないんですけども、前、ね、こういう法案が提出されてた話したんですよ、はい、つまりここへの資金提供の停止とかね、まるまるデミック条約って、バイデンがですね、あのどさくさに紛れてですね、署名だけで、上院の3分の2の賛成じゃなくて、はい、署名だけで暫定的に川の道をつけたんですけど、はい、それじゃダメでしょうと、条約だから、上院の3分の2きちっと賛成必要でしょうと、いうような法案を下院を通したんですね、アメリカ下院でね、だから非常にあのちょっと日本の国会と違う、そこは違うところですね、違うですね、この問題は前回かな、前々回 やったんで、ちょっと割愛しますけどね、でこれはいいですね、これ外務省のホームページに出てるんでいいですね、はい、まあ、あの〇〇デミック条約の、はい、スケジュールね、はい、もうかなり始まってましてね、そうですね、で改正ね、国際保険規則の改正も始まってまして、今ここですね、はい、あの検討作業が始まってましてね、はい、今ここですけども、来年の5月の総会で決まると、で実はですね、もう一部改正されちゃったんですね、これご存知ですかね、全面的改正をするって話を してますけど、今ね、一部は改正されちゃったんですね、これは知らされてないんですが、それがどういうことかというとですね、これ59条等なんですけども、実はこの規則の中にですね、拒否または留保できると、加盟国がね、一部の改正された、改定された、改定と書いてますけど、嫌なら拒否または留保できると、それは通知より18ヶ月だったのを10ヶ月に短縮したんですね、はい、で発行期間も2年から1年に短縮したと、この改正がもう終わってるんですね、で、性善説に立てば、まあ、大した問題ではないんだけど、仮に、性悪説に立った場合ね、仮にというかここにある趣旨の人とか、はいはい、アメリカの会員のようにね、そうするとこれ大変な問題ですよね、大変な問題ですよね、大きいですよ、これがもう決まっちゃってて、でこれこの改定自体を拒否できる権限で11月末って今月の末なんですけども、これもあの議論されてないという問題が、だから本当にこの世界の中でのね、あのまあ
コロナのねこういった、うん、蔓延というよりも蔓延させたというか、こういうものが大きかったですよね。大きかったですね。こういうものを全部まあだから管理しようってことですよね、はい、自分たちで、コントロールしようってことですから、まあそれが今現実だってことですね。現実ですね。はい。でその総会での決議ですね、うん、これはあの総会の決議 の資料ですけどね、うん、見てみますとね、日本の政府も代表演説しっかりやってましてね、要点だけ見るとあれですね、ちょっと政府の演説って いいですか、厚生労働大臣。いいですよ。ちょっと読みますとね、後藤さん当時の厚生労働大臣ですけどね、うん、まあ、議長と、我々が取り組む持続可能な開発には平和が不可欠です。同様に世界がユニバーサルヘルスカレッジね、全ての人々にヘルスケアを達成し、それによってもたらせる健康とウェルビーイングも決して平和と分かつことはできませんと言って、今般ロシアによるウクライナ侵略は、なぜかウクライナ侵略が出てきて、明らかにウクライナの主権と領土一体性を侵害する力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為ですと。我が国はロシアによるウクライナの医療施設や医療従事者への攻撃を非難するとともに、適切な保健医療環境の確保が困難に直面していることを強く懸念しますと。これ厚生労働大臣なんですけどね。それで健康危機への備えと対応を強化するために以下の3点を強調したく思います。1つ目は、加盟国は目標とする国際保健規則の修正に合意し、現在議論されているパンに関する国際文書の、つまり条約の件ですね、草案を継続する必要がありますと。日本は政府間交渉会議において加盟国及び事務局の立場からこの包括的なプロセスに貢献してまいりますって言ってるんですけど、これ修正に合意するとか貢献するとか、どこでも議論されてないと思うんですけどね。そうですね、全く一方的な、政府の方針ですよね。というとかね、最後に、ますます多様化する健康課題へのグローバルな対応において WHO が中心的な役割を果たすことが重要ですと。そのために日本は WHO の持続可能な財政が、持続可能な財政が必要と認識でいますとかね、いや、だからね、いつも言ってる林さんのあれで言えば、一種のグローバリズムをね、つまりその国の民族や国家を超えて優先させるってことですよね、はい。だからパンデミックの話も、もう今回のこれで世界的に国境のないこういうね、公衆衛生っていう形で、その国の法律や風習や宗教なんかをもっと超えちゃうっていうね、はい、完璧なこれ公衆衛生面でのグローバリズムですよね、うん。それを日本がやるっつってど真ん中にいるというような形ですね。そうなんですよね。で最近のね、さっき言った拒否とか留保の期間短くすると、うん、発行までの期間短くするという、 こう委員会なんかの様子も見てるとね、これ議長が日本の方なんですね。だから本当にそういう DS のあれですね、あれをもう先頭に立って使いっ走りやってるっていうね。でこの方イニシャルですけども、どういう方かというと、グローバルヘルス技術振興基金というところの会長で代表理事の方なんですけどね、これどういうところ、どういうところかというと、これは日本の製薬企業とゲイツ財団と日本政府の連携したファンドなんですね。この絵に描いたような会長と代表理事の方が、日本人の方がこの議長になって、さっきの改正をやって、で改正案の提案は共同提案だけど、アメリカと日本が入ってるんですね、うん、日本が入ってるんですね、うんうん、だから、まあ、受け身ではないですね。だから結局ウクライナの問題でおっしゃったように、はい、もうじき終わるんですよ、はい、終わったら何やるかって言ったら、日本がお金出す、復興ビジネスを日本が資金的に支える。そうです、ね、これも一緒ですね、全部ね、使いっぱしでやらされてるで、支援会議も日本でやるんですよね、確かね。そうなんですよ、だからど真ん中にね、日本はいてね、そういうことを全部ね、もう本当にキャッシュディスペンサーもいいところでね。で設立した方、構想者って個人の方なんですけどね、はい、簡単に言うとその方もゲイツ財団ですね、まあ、ゲイツ財団関係の方ですね、ゲイツ財団グローバルヘルスプログラムプレジデントですね、で、今の厚労大臣武見さんとかね、関係してるわけですよ。
武田薬品の長谷川さんとかね。なんかこれを見ると、今回の内閣の上川さんとかなんとかのね、あのなんで林さんを辞めて出してっていうのはよくわかりますね、あの一緒まさにこれですね。一緒ですね。そうですね。構想者の方、ゲイツ財団の方って言って言いましたけど、クリントン財団、クリントンヘルスアクセスイニシアチブっていうところの理事長でもあるという、まあ、そういう武田製薬もそうだったし ね、さっきの言うとね、これ見るとそうですね、はい、というのが方々がまあ関係者で進めてるっていうのはよくわかりますね。いやこれも本当にグローバル化の中の現行法、議長の方のだから、あの母体ですね、パートナー資金の出し手に、まあ、ゲイツ財団入ってらっしゃるということですね、すごいですね、でもこういうのは意外と、まあ、今ずっと私が聞いてるから分かるけど、 こんなとこまでねもう行き届いて、病気や健康や食料や命の問題まで、あのそれから AI の問題でいうともう心の問題までね、こういうものがね進んでるっていうのをね、一番気がついてないです ね日本がね、残念ですけど、とにかく、日本国民は見えないですけども、中心に結構日本の方がいると、このグローバルな動きのです ね、その構図はやっぱり知っておいた方がそれとあれですね、やっぱり戦後のこういう教育とかね、はい、あのまあずっと林さんにはねやってもらってきてるけど、そういう意味での戦後のあり方、教育がこういう無国籍なというか、グローバルな人材をね生んで、そこでこいつらは活躍してるつもりなんでしょうけどね、まあでも手先使われてるだけだっていうね、こういう人たちは日本ないですもんね、日本人の健康や日本人の命とかねというものがない状態で、やっぱさ戦後の GHQ から始まったあれは本当大きいなと、もっと明治維新からでもそうなんでしょうけども ね、すごいなと思いますね、で、その GHQ からっておっしゃられたのが、これがこの話が8月ぐらいにちょっと始めようと思って、ちょっと最後と切れちゃった話ですね、GHQ のちょっと前からの話をしたんですけども、その時の話の続きになるんですけど、覚えてらっしゃるでしょうかね、昭和20年1945年1月ですね、太平洋問題調査が例のね、ロックの系統のシンクタンクですね、ロック〇〇〇が支援してきたね、はい、でその第9回太平洋会議で、これが王立国際問題研究所チャタムハウスといって、これはあのどっちかというとイギリス系ですね、こちらの兄貴分ですけど、そこが昭和20年1月に日本に対する、日本に関するも詳細な分析を出していると、だから日本の敗戦の7ヶ月前です ね、 そうですね、これはちょっとあのリマインドでお話してますけども、でそこの趣旨のところ、趣旨として占領政策遂行のために気候の存続活用と、特に天皇行政教育というふうに読めるんです ね、そして戦後日本は経済的に一大発展するというふうに書いてありまして、アメリカ型の高度資本主義の一つの中心になると、でその通りになったという話を しましたね、はい、で、もう一つ注目すべき文章として、これは社長ご記憶あると思いますが、彼らが言うには憲法の制約を受け、これ日本国憲法のことですね、軍事費の重荷から解放され、またアジアの巨大な潜在的市場への接近を保障された日本は20〜30年内、つまり1920〜30年前だから65年とか70年ですね、には軍事的勢力ではないとしても再びアジアにおける一大勢力になることは間違いないと言ってて、これはね前にお話していただいた、これは本当に驚きですよね、その通りちゃんとその通りに動いてるんですよ なってましたね、それは本当にびっくりしますね、でこれは民主主義根付くのにも軍国主義が枯れるのにも短すぎる期間であると、日本式共産主義政権、これ高等かつかある意味で担いで、そして計画経済、エトセトラなんですけど、これ昭和の日本のこととも言えると思うんですけども、の下でもしそれが経済的に発展するんですね、この形でね、でももしそれが昭和維新の原理の復活を意味する場合には危険はさらに大きいというふうに言ってまして、ナショナリズムが復活しては困るということをあらかじめ彼らは言ってると、そうですね、いうところに注目したんですね、前にね、極めて重要なね、私はあの49年1949年生まれですから、
ちょうどいわゆる全共闘世代で、西部進さんたちが60年歩世代、この全共闘世代っていうのの一番特徴はこれですね、うん、これにならない、あ、ならないね、ならないようなグローバルなトロツキズムの世界革命論で一色に染められた、ね、日本というものがないんで、で三島さんが東大全共闘に君たちが天皇陛下万歳と言ってくれたなら共闘できるってね、ありえない話、つまり三島さんが期待したようなこっちのね、なんかのね、一切なかった、うん、つまりあのもう一つは反核、あの反核とかベトナム戦争反対とかこういうのはあのロシアがやってたって言うけど、実際にはね、いやソ連ですね、これですね、これ、うん、いや林さんに前にこのそっちのね高度な資本主義を実現させるって、あの、まあ、もちろん朝鮮戦争ベトナム戦争があって日本はね高度成長したんだけど、まさかねここまでね予想して、それからこういうこともね、いわゆる日本のこう在り方全部コントロールされたって、この記述通りになってすごいなと思いました、これはあのいろんな分析も大変すごいけど、これちょっと私本当驚きましたもん、でこの分野、文脈で、要するに日本というものを復活させないために、うん、言論統制というか閉ざされた言語空間ができたわけなんですね。そうなんですね、はい、それで、うん、この話に前回入ろうと思います、うん、昭和の天才中庄司明のね、はい、時間が、はい、来たんですが、はい、今日も時間が来ましたんで、うん、はい、ちょっとだけ、はい、文書シリーズってやりました、はい、やってましたね、あの西尾幹事先生、はい、そこでも多分紹介されたんだと思いますけどね、はい、文書は GHQ が1946年から48年にかけて日本で流通してた書籍のうち、うん、まあ、日本人に戦後の日本人に見せちゃいけんだろうと、うん、最もいけないんだろうと思う、うん、7769章没収廃棄、戦後の日本人が読めないようにしたと、それのね、あの2番目なんですね、うん、この方の書物がね、冊数がですね、冊数がね、はい、22、3冊だと思いますが、うん、それは今もう知られてないですね、まだ知られてないですね、あんまり、はい、そうなんですね、でどういう方かということなんですが、あのこの後また長くなるんで、うん、ちょっともう時間なので、うん、はいはい、次回ということでいいですかね、はい、いいですよ、はい、はい、まあ、大変これ重要な、あの方でね、あの西尾さんなんかも取り上げてたし、あのこういうものを消されてるんですよね、で実はね、この方の研究所、地球文化研究所っていうのはですね、うんうん、山中湖畔にあるんです、まだあるんですか、ずっとありましたね、昭和19年から、うんうんうん、でこの方1984年までの存命なんですよ、はいはい、でそれから40年なんですけど、ずっとあって、はいはい、いわゆる手つかずになってるんです、手つかずってのはそのままの建物が 10棟ぐらいあるんですけども、本とか何かがみんな残ってる、残ってて原稿も、はい、で建物によっても崩れてるんです、もうそうなんですか、だから本当記念館みたいなの作って全部収められて、世界的な、あるいは大事ですよ、ね、世界的な、あの知的な財産ですよね、はい、が一つの姿なんだけど、そうなってなくて、で、はい、どの高は管理してるんですね今、まあ、一応そういうことになってるんですけど、いろいろなんかあのなかなか難しい問題もあるらしくてです、ね、でそこにあの私行ってきましてね、でいろんな資料も拝見してきまして、でこの方の位置づけなりですね、あの一つの日本の復興の私は源になると思うんです、この方の思想というか、あるいは存在がね、つまり外から日本はこうあるべきだ、あるいは日本は情けないという声を聞くのも大事なんだけども、それから日本の縄文以来の古い歴史から歴史伝統をさかのぼって、そこからこう紐解いていくことも大事なんですが、特に直近の日本人大東亜戦争を踏まえた、あるいは大東亜戦争前あたりからのね、その直近の日本人がどういうイデオローグっていうかですね、確立していたかと、でいろんな人の話は伝わってるけども、かなり大事な部分紛失されてて、世から消されてるわけで、これというのがそうなんですね、それをあの復活させるっていうのは、これからあの日本が本当にこの今断崖絶壁にいるところで一つ大事なのかなというような着衣を持ってまして、なるほど、その話をちょっと次回ですね、またなりました、恐縮ですけども、やっていきたいと思いますが、はい、いうようなことで今日もちょっとね、いろいろ驚いた話とか、ただこれ本当にこういう人もいたってことはね、我々の希望でもあります、これね、はい、今日は、この
本が、年末に出るんですね、これね。いや、もうそろそろもう出ますか。アマゾン出ると思います。はい、アマゾンで、ちょっと待ってね、これ経営科学出版なんですけどね、人類を裏切った男という上中下ですか。上中下ですね、はい、というようなことで、またこれもまたどっかでまたご紹介したいと思いますけれども、はい、というようなことで林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。